お名前を教えてください。二月春いさです。はい、春いさ君。春いさくんは好きな色は何色ですか?。紫です。好きな食べ物は何ですか?。いくらです。好きな遊びは何ですか?。追いかけっこ。追いかけっこ。うん、鬼ごっこみたいな。春いさくんは追いかけるのと、逃げるのとどっち好き?。追いかけんの。 お部屋で遊ぶときはどんな遊び好きコ<マ>どうやって回せるようになったん適当にやってたらできた森本大成森本大成くん、はい、大成くんは好きな色は何色ですかブラック好きな食べ物は何ですかオイナー大きくなったらやりたいことって何ですか警察 どうして警察官になりたいなと思ったの？パトカー乗りたいから。お、パトカーに乗りたい。えー、パトカー。どうしてパトカー乗りたいと思った？スピーバイ乗りたいから。泰成くんが警察官になったらどんなことがやってみたい？どん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 。久ココです。はい、ココちゃん。ココちゃんは好きな色は何色ですか？レインボー。 好きな食べ物は何ですかドーナツ好きな遊びは何ですか公園で遊ぶの公園で遊ぶの好きうん、公園でどんなことして遊ぶの滑り台して、してししし、してから遊ぶ滑り台する、うん、どこの公園行くのうん、お家の近くの公園中島ののかですはい、ののかちゃん ののかちゃんは好きな色は何色ですか水色です。好きな食べ物は何ですか麺です。小学校に行ったら楽しみにしてることって何ですか授業です。字のお勉強と数のお勉強やったらどっちが楽しみ数。お勉強以外になんか楽しみなことある筆箱。筆箱、うんうん。 筆箱はもう買ったのうんこれから買うのどんな筆箱買いたいですか虹色藤森うるるですはい、うるるちゃんうるるちゃんは好きな色は何色ですか水色です好きな食べ物は何ですかいちごです 小学校行ったら楽しみなことって何ですか授業です授業が楽しみうん、授業ってどんなことすると思う国語とか算数国語と算数だとどっち楽しみ算数畑中春人ですはい、春人くん春人くんは好きな色は何色ですか紫好きな食べ物は何ですかいくら 好きな遊びは何ですか氷鬼氷鬼ってどんな遊びタッチしたら固まるお部屋で遊ぶときはどんな遊び好きすご楽じゃあこれからもな保育園で楽しく遊んでねありがとうございましたありがとうございました